日本近畿地方大阪府八尾市、大竹大竹は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は大竹一丁目から大竹八丁目。住居表示は未実施。現住所表記に変更される前は全域が大和大竹だった地域で、現在の西高安町に三丁目のほぼ全域も含まれていた。両政国一覧機内河内国、高安郡 大竹村中郷地地区最大の心、郷寺山古墳が当地にあり、鎌倉時代頃まで古墳近くにあった畑教授が名称の由来とされる。この地を治めていた畑氏の氏寺と考えられている。時代を過ぎるとともに、畑教授は信号寺と表記されるようになり、信号寺の読みは四音寺に生まったとされる。 原文2年の河内国校長によると国高は539国余り。江戸時代以降の支配者は国高200国余りが江戸期を通じて旗元加藤資料、残りは幾度か支配者が変わり、漢文9年にヨド半領となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で北高安村の大技となり、現住所表記志向時に西側の一部が 西高安町となる。町内の一番西を大阪外環状線が通り、その東を東高野街道が通る。東の山中は神田地,地区となる。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。